はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回はサイボーグ009です。今日もまた僕のお気に入りメカなんですが、これはアニメの、第2シリーズっていうんですか、1979年から80年にかけて放送されていた作品に登場していたドルフィン2世号です。で、これが放送当時に高徳から発売されていた合金トイ。遊び方はこんな感じで箱の裏に書いてあります。子供の頃に欲しかったけど手に入れられなかったこのアイテム、大人になって中古ショップで結構なお金出して買いました。もういくらだったか忘れちゃったんですけど、2万円超えてたかな、結構なお値段したこの商品。僕どっちかっていうとこのシリーズの時が小学生で土直撃世代だったので、やっぱりこのドルフィン2世号に思い入れが強かったです。僕古い玩具を大人になってから買う時はもうボロボロでもいいからなるべく安いものを買ってたんですけど、これについてはね、ある程度のお金は出そうと思って探した記憶があります。さあ、どうですか。もうツイッターのね、事前告知の段階ではすでに皆さん他がためにを歌いまくってましたけれども、あのオープニングで毎週飛び立っているこのドルフィン2世号の姿はもう記憶に焼き付いてますよね。僕サイボーグ009、漫画は後から読んだ感じなんですけども、一応一通りは読みまして、でももう時系列とか記憶がごちゃごちゃになってるので、細かいことはまた詳しい皆さんにコメント欄でのフォローなんかをお任せしときます。機種にはクリアパーツなんかも使われてますし、あとオリジナルでシールがデザインされてますけども、このシールも悪くないんじゃないかな。僕嫌いなシールは剥がしちゃうんですけども、いや、これこのままでいこうかななんて思ってます。一回り小さい合金トイも出てて、ちょっと翼の部分差し替えなんですけど、あれも以前は持ってて、一緒に並べてお見せしたかったんですけどね、ちょっと手放しちゃいました。こっちももしかしたらもうないかもってちょっと心配だったんですけど、でこれちょっといいのがこの裏のコロの部分なんですけど、この状態でコロ走行もできるんですが、この車輪を利用してこれを引っ張り出すことによって、ランディングギアを出した状態でのコロ走行も可能という、なんかコロ走行にね、今回はすごいこだわりを感じます。こいつが楽しいのはここからなんですけども、この飛行状態以外にも水中タイプと陸上タイプにも変形できるっていうところが売りなんですが、今日はその辺も一緒に楽しんでいきたいと思ってます。ぜひ最後まで見ていてくださいね。で、気に入っていただけましたら、またチャンネル登録やグッドボタン、あとツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。今回はミサイルも欠品しておりませんので、この翼の上の穴のところにこうやって装填します。で、発射させるときはこの翼をこうやって押します。ここの部分ですね。よし、じゃあ続いて変形いきましょう。もうみんなが大好きなね、あの水中のタイプ、まずはこの機首の部分の下のスイッチ、これを前にスライドさせる。そうするとこうやってワンタッチで飛び出します。ここもこうやって上下に稼働で、さらにこの機首の横の翼、ここに小さい翼があるんですが、これを引っ張り出します。そしたら一番楽しいとこですね、主翼を下に90度回転。これ作画だともうちょっと機体の下に寄ってるんですけれどもね、でもこのギミックは楽しくて何回もやってしまいます。もう子供の頃の憧れのギミックですから。さあ、これで変形完了しました。これ小さい方の合金トイは差し替えなので翼を機体の真下に差し込めるんですけれども、だから絵に近いのはそっちなんですけど、でもやっぱりね、ここは稼働したいですよね。サイボーグ009平成の方のバージョンも、あれも見てたんですけれども、あっちのドルフィン号も買ったんですが、今度はそれが見つからなくなりました。もうあれとガンダムコレクションのクイーンマンサーがどうしても見つからない。じゃあ一旦飛行形態に戻してから次に進みましょう。じゃあ次は地上タイプへの変形で遊んでみましょう。まずはまた機首の部分から、これ説明書のところに頭部が飛び出すぞって書いてあるんですけれども、頭部、確かにイルカだからね、頭部ですけれども、すごい愛のある表現ですね。
じゃあ説明書通りに、ちょっとあえて雑にやりましたけれども、ここスプリングで飛び出すようになってます。そしたら外した頭部はこの翼に取り付け、で続いて車輪の変形なんですが、ここがすごく凝ってて、この出っ張りを後ろに、でスライド回転、そうすると、キャタピラといいますかクローラー状態になります。ここもすごく触ってて楽しくって、子供だったら僕これ何回も繰り返しますね。あと主翼を収納したり取り外したりすることはできないです。それとこのバズーカの部分がこうやって引き出せるようになってます。これミサイル発射装置とかは内蔵されてないんですけど、いやでもギミックモリモリじゃないですか。2022年に遊んでる人はいないかもしれないですけども、個人的には傑作玩具です。いや平成版のドルフィン号とも並べたかったな。あっちはバンダイ製だしね。あれどこに行っちゃったんだろう。結構投げ売りで安く買ったんですけどね。この携帯でミサイル装備も、なかなかお似合いなんじゃないでしょうか。僕子供の頃エンディングも結構好きで、コオロギ73ね、サイボーグ戦士の辛さを思い知らされていたあの頃の僕は、もうああやって番組の最後にみんなが安らいでる姿を見られるのがもう幸せな瞬間でした。おそらくこの作品で僕神と戦うっていうストーリーに興奮するようになっちゃったんじゃないかなと。その後のねセイントセイヤとかバスタードとかも好きでしたからね。関係ないけどバスタード今度アニメ化じゃないですか。ただね神と戦う系の漫画ってなかなか完結しないイメージがあるんですけど、でも009は一応完結したのか。なんて思い出語ってる間にちょっとお別れの時間来ちゃいましたが、あとは皆さんの方の思い出をお伺いするのを楽しみにしておきます。今回の作品何か思い出とかエピソードありましたらぜひコメント欄にまた書き込んでてくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴を上げております。ちょっと返信ができてないんですけども、全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方もどうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫、うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね好きでやってくださってると思いますので、引き続きサポートをお願いします。とは言っても知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル、知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士みんなでああだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。